はい、どうも、隙間時間に聞く読書の聞く本です。今回ご紹介する本は、うまくいっている人の考え方、ジェリー・ミンチントン。今回学べることは、うまくいっている人の自分に対する考え方や習慣、これが学べます。今回はこんな人におすすめ。自分の生き方とか気分はもう運命が支配してるから、全然そんなのコントロールなんかできやしない、こう思ってる方、そして毎日をもっと楽しく自分の思い通りに過ごしたい、こういうふうに思っている方におすすめになっています。それでは早速参りましょう。うまくいっている人の考え方。はい、この本はどんな本かというのを少しご紹介しますね。この本は18年間で100万部の売れた本なんですね。もうまあベストセラーと言えますし、そしてロングセラーですよね。18年間コツ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 売れた、まあ、こういう本ってすごい内容が濃い、本当にいいものが多いんですよね。で、このジェリー・ミンチントンさんってどんな人かっていうと、まあ、この人はアメリカの自己啓発作家、エッセイストで実業家、講演家っていう、こんな方になっています。自尊心とかモチベーションに関する本をたくさん出してるんですけど、まあ、今回もこの本の中で、うまくいってる人の考え方、この本の中でも自尊心っていうのがすごいキーワードで出てくるんですね。まあ、自尊心とは何かっていうと、自分のことを大切にする心とか、自分はできるっていうふうにね、自信を持つ、自分に自信を持つっていうこととか、自分はうまくいくっていうふうに、そういう確信がある状態、そういう心が大事だっていうね、自分を信じるっていうね、そういうことが大事だっていうふうに言っています。自尊心を高め、自らの価値を確信することが自身の成功や幸せに直結するんだ、こういうふうにジェリー・ミンチントンさんは言っています。この本の中では、この自尊心という観点から100個のうまくいくコツ、これが書かれているんですね。で、そこからですね、6つ今回は厳選して、あ、これはいいなと思ったところをピックアップしてご紹介していきますので、今回も楽しみにしていてください。それでは早速参りましょう。はい、うまくいくコツ、うまくいってる人の考え方、1つ目、自分の気分に責任を持つ。これね、いかがでしょう。これ聞いて、気分っていうのはコントロールできるっていうふうに、このジェリー・ミンチントンさんは言ってるんですね。これ聞いて皆さんどう思いますか？いやいや、とはいえ、人に嫌なこと、上司にさ、なんかすごい嫌な嫌味言われたりさ、まあ、それがなくてもなんかむしゃくしゃしたりって、そういうのって誰にもあるじゃん。気分なんてコントロールできやしないよ、こういうふうに思うんじゃないかと思います。しかし、この気分っていうのは自分である程度コントロールできるんですね。で、そのために大切なのは何かっていうと、環境を整えるっていうことです。例えば、もしすごい嫌な上司がいたとしたら、もうなるべくその上司とは関わらない、もう本当に嫌だったら物理的に席を離すとか、そういうふうに環境を自分で整えるっていうのがあります。で、さらに大事なのは、嫌な気分になっちゃった時のリカバリーなんですよね。嫌な気分になったとしても、そこで自分がをいい気分にするアイテムとかルーティンがあると、気分よく一日を過ごすことができます。例えば、この音楽聴くとテンション上がるんだよな、なんか元気になるっていう、そういう音楽を聴くだとか、いや、この服着るといつも楽しい気分でいられるっていうファッションだとか、あとは香りとかね、あと入浴剤、お風呂入るとき、この入浴剤、これですごいリラックスできるんだとかね、いろいろありますよね。で、そういうふうに自分をハッピーにする、そういうアイテムを持つということ。また、ルーティンですね。例えば、朝起きたら窓を開けて日光を浴びる。そして、お祈りをして、一日の感謝と、今日もうまくいきますようにっていうね、そういうことを、お祈り、一日のお祈り、私も習慣にしてるんですけど、っていうルーティンを持つことによって、心がリセットされて、よし、今日もうまくいくぞっていうね、そういうふうなのがあります。このお祈りの中で、私は、自分はできる、自分はできる、自分はできるっていうのを5回言うのと、自分は運がいい、運がいいっていうのをね、5回言っています。この習慣については、他のね、本で、紹介してますので、これもぜひ読んでみてください。はい。で、そうですね、まあ、そういうふうに自分の気分に責任を持つ、自分をいい気分にしてくれるアイテムとかルーティンを持つようにしましょう。はい、2つ目いきます。うまくいっている人の考え方、2つ目、毎日30分自分のための時間を持つ。はい、これは皆さんいかがでしょうか。自分の時間取れてますか。はい、いかがでしょう。これね、もう毎日仕事で
もう満員電車乗って職場についてもうねクタクタ、もう残業10時12時もう残業、それでもう帰ってきてもうバタってねソファーに寝転んで、で冷凍食品でご飯食べて、でねちょっと早く上がれそうな日も、まあ、今コロナでなかなかないかもしれないけど、もう付き合いのねなんか飲み会とか食事とかそういうのがあったりしてっていうね、まあ、そんな感じで、まあ、中には子育てが忙しいとかね、いろんなことがあって、自分の時間なんてもう10分あるかないかだよっていう人いると思います。そうやって自分の時間が取れないとどうなっていくかっていうと、ちょっとね心がすさんでいくような、あ俺なんで生きてんだろうじゃないけど、そういうふうにちょっと悲しくなってきますよね、乾いてきますよね。でそういうふうになっちゃわないように、毎日30分でいいから自分のための時間を持ちましょうということで、この本には書いてあります。もう自分のねとにかく好きなことをする、その30分では好きなことをしましょう、もうとかね、あとリラックスすること、もう読書してもいいですし、ゲームやってもいい、筋トレやってもいい、もう何でもいいんです、漫画読むとかね、もう仕事もそうだし、きっと自分のプラスになる、まあ、この聞く本もそうだけど、読書するとかね、自分のきっとプラスになる、成長できることもねしてるはずです。でそんな中でもうその30分っていうのはもうね何でもグダーっとしていい時間っていうのを持つといいよっていうふうにこの本では書かれています。はい、次行きましょう。3つ目、自分の健康に自分で責任を持つ。これもね、健康大事ですよね。健康に投資、これすごい大事です。健康っていうのはこれも気分と一緒、ある程度コントロールできるんですよね。まあ、確かに急な病気、白血病になっちゃったとか、もう急な病気、心臓病でパタッとみたいな感じで嫌ですけどね、もうそういうのはもう確かに仕方がないかもしれないけど、そうじゃなくてメタボから来る糖尿病だとか、まあ、そういうふうに生活習慣から来る病気っていうのは、この健康に対して自分で運動をするだとか食生活を変えるとかね、そういうことでコントロールができるわけです。まあ、なので、そっちのね食生活とか生活習慣の方で健康っていうのを責任を持ちましょう。私も前まで全然もう好きなものを食べて運動なんてあんましないみたいな、ね、そういう生活をしてましたけれども、最近はですね筋トレ1日に30分を週に 3,4 回やっています。また食べるものも、朝は、バナナとプロテイン、そして、お昼はヨーグルトと、シリアルっていう風に、ね、あとナッツですねっていう風に、もうそれをルーティン化して、もう毎日それですねっていう風に意識を変えて、もう健康に投資しようっていうふうに思うようになって、実際にそれができています。やっぱり健康に若いうちから投資すれば、年を取った後もね、まあ、健康寿命、体が、生きていてもね、病院でベッドの上で何もできない状態だと嫌ですよね。でそうじゃなくて健康寿命を伸ばして、年を取った後も世界中旅行したりだとか、もうカヌー乗ったりとかスカイダイビングしたりとか、そうやってアクティブに過ごす、それが幸せかと思います。だから若いうちから健康に投資しておくと後でね絶対いいので、そういうふうに、しましょう。次行きましょう。4つ目、自分のミスは全て許す。これは面白いですよね。なかなかミス全部許そうぜなんて、こういうふうに言ってくれる人いないと思います。そういうふうに言う本もねないですよね。でこれは何を言ってるかっていうと、もう人間だからミスすることは誰でもあるんだっていうふうにこの本で言っています。じゃあどうしたらいいかっていうと、このミス をどのように捉えるかなんですよね。あもうミスしちゃったし、また失敗しちゃったよ、自分なんてダメなんだ、もう何もやる気しねえっていうふうに、そういうふうになっちゃうと良くないですよね。それよりもミスからいかに学ぶか、これが大事です。ミスを学びに変えるってことですね。まあ、エジソンもそうですけど、もうみんな失敗は成功のもとで、失敗っていうのに対して、あこれはうまくいかない方法が一つ見つかったっていうふうにプラスに捉えるんですね。ミスをするっていうことは、そこから必ず何かしらの学びがあるはずなので、そういうふうにポジティブに捉えて、全部自分のミスは許しましょう。もう自分のことをね、自分の最大の味方は自分自身なんだ
というふうにこういうふうに言っています。だからこそ自分のミスは全部許してそれを学びに変えてまたさあ行くぞというふうにポジティブになって次頑張りましょう。次いきます。5つ目、自分の価値を疑わない。今のね4つ目の自分のミスは全て許すにちょっと似てますよね。自分の価値を疑わない。でこれは何を言ってるかっていうと、もうその自分の最大の理解者、自分の最大の味方、自分自身のことをもう励ますことができるのは自分なんですよね。でこの自分の価値を疑わない、もう皆さんは自分のことどういうふうに捉えているでしょうか。でもういや自分なんて全然オリジナリティなんてないし個性もない、もう別に平凡だよっていうふうに思うかもしれないんですけど、著者のミンチントンさんはいやそうじゃないんだ、もう人は一人一人が完全にオリジナルなものなんだっていうふうに言ってるんですね。もう自分にはお父さんお母さんがいて、そのお父さんお母さんにはまたそのお父さんお母さんがいるわけですよ。まあおじいちゃんおばあちゃんいて、お父さんお母さんがいて、そしてあなかったがいるっていうふうに、もうそういうふうにね、もう DNA のもう何億かける何億かける何億かける何億みたいな、そういうすごい確率であなたが生まれているわけで、その価値を疑う必要は全くない。もう完全にオリジナリティのあるものなんだっていうふうに言ってるんですね。だからもう自分の子はなんてもうこれぐらいだっていうふうに自分で蓋を勝手に限界を作らないで、そんな蓋を取っ払って頑張ろうぜっていうふうにこの本では言っています。他の本で出てきてたんですけど、まあ、そのピグマリオン効果って皆さん聞いたことがありますでしょうか。ピグマリオン効果っていうのは、先生がいて教え子が2人いて、1人は、君はとっても優秀だ頑張れっていうふうに期待をかけた。でその期待をかけたことをかけなかった子、どっちが成績が上がったかっていうと期待をかけた方なんですね。これはこのことをピグマリオン効果っていうふうに言うんですけど、これはセルフピグマリオン効果、自分自身に対してもそういう効果があるっていうふうに他の本で言われていました。つまり自分の価値を疑わないとか、自分は運がいいとか、自分はできるっていうふうに自分自身に対して語りかける、そのように思い込むことによって自分自身がよしその期待に応えちゃうっていうふうになって実際に伸びるっていう、こういう効果があります。だからこそ自分の価値を疑う必要は全くありません。自分はできるっていうふうにね、思って、もうそして前へっていう感じで、ね、頑張っていきましょう。最後6つ目、最後ですね、感謝の言葉や褒め言葉はすぐ口にする。まあこれね、あのいい習慣みたいな話なんですけど、感謝の言葉とか褒め言葉って、口にしてますでしょうか。まあ感謝の言葉一番ポピュラーなのはね、ありがとう、ありがとうございますっていうね、そういう言葉ですよね。で褒め言葉、褒めるのってとっても難しいですけど、けどねそれはすぐもうそういうふうに、あこの人いいなって思ったらすぐ褒めちゃうっていうふうにね、そういうふうにしましょうっていうふうに言っています。人を褒めることとか、感謝の言葉を口にするのが何でいいかっていうと、まあ単純にこれ人に好かれますよね。ありがとうっていうのを口癖にしてる人を嫌う人はなかなかいないんじゃないかと思います。でさらに自分のことを褒めてくれる人ってすごいありがたいですよね。褒められたら嬉しくなって、その人のことを好きになっちゃいますよね。まあ、なんでかっていうと、褒めてくれるっていうことは自分のその価値とか重要性っていうのを認めてくれるっていうことで、いわゆるその自己承認欲求を満たしてくれる人のことを人は好きになっちゃうわけですね。だからこそもう感謝の言葉、ありがとうとかすごいねっていうね、褒め言葉、さすがですってね、そういうのはすぐ口にしましょう。それらはね、もうマックのスマイルと一緒、盾でできてみんな喜ぶっていうね、もうそういうめちゃくちゃコスパがいい、まあ挨拶もそうですけど、挨拶、感謝の言葉、ありがとう、褒め言葉っていうのはもうめちゃめちゃコスパのいい習慣であり行動なので、これは、ぜひぜひ身につけたいっていうふうに思います。私も結構ありがとうっていう言葉はね、口癖にできてるんですけど、なかなか褒め言葉って今まで口癖にできてなかったので、ちょっとすぐでもね、あいいなって思ったらすぐ褒め言葉を言っちゃう人になっていきたいというふうに思って、この本に載ってることを実行していきたいと思います。
はい、今回は、ジェリー・ミンチントンさんのうまくいってる人の考え方をご紹介しました。いかがだったでしょうか。振り返りましょう。うまくいってる人の考え方は6つ。1つ目、自分の気分に責任を持つ。気分っていうのはコントロールすることができます。何か嫌なことがあっても自分のテンションを上げる音楽とか自分のテンションを上げるアイテム、そういうものを、あとルーティンですね、そういうものを決めてしまって、何か嫌なことがあってもリカバリーしていく。いつもいい気分でいるときっといいことが起こります。自分の気分に責任を持つでした。2つ目、毎日30分自分のための時間を持つ。もう自分の時間がないとどんどんね、疲れてエネルギー、生きる活力みたいなのがなくなっていってしまいます。30分でいいから自分の好きなことをやる時間を持ちましょう。3つ目、自分の健康に自分で責任を持つ。まあ、これもね、厳しいですけれども、やっぱり健康っていうのもこれある程度コントロールできます。生活習慣っていうのを考える上で、体にいいものを食べたりとか適度に運動すること、まあ私のおすすめは筋トレです。こういうことでね、健康に責任を持ちましょう。例えばね、健康診断でちゃんと結果が出た後に言われたこと、あ、これは医者に行った方がいいよって言われたらすぐ医者に行くだとか、あ、コレステロール値高いよとかね、そしたらもうすぐ医者に行くとかね。あとは、歯医者の、歯の定期検診に、半年に1回ぐらい行くとかね、そういうのも、健康の、メンテナンスすごい大事かと思います。歯のメンテナンスはね、絶対行った方がいいです。歯石を取ってね、そうすると歯が長持ちしますので、私も習慣にしています。次、4つ目、自分のミスは全て許す。まあ、人はミスをする生き物なので、それをね、許してそれを学びに変える、こういうのが大事です。5つ目、自分の価値を疑わない。自分の最大の理解者、味方っていうのは自分自身です。自分の価値をね、疑ってしまったらもうそこで試合終了みたいな感じなので、自分の価値を疑わないで、自分はついてる、自分はできるっていうふうにね、そういうふうに思いながら、言えるとうまくいきます。最後、感謝の言葉や褒め言葉はすぐ口にする。ありがとう、すごいっていうね、感謝の言葉、褒め言葉、そして挨拶、おはようございますとかね、そういう自分から挨拶することで幸運が舞い込みます。うまくいくとはこういうのをね、口癖にしています。はい、6つご紹介しました。まあ、この本ね、結構ね、100個こういう、うまくいく考え方とか習慣が載っていて、当たり前っちゃ当たり前のことを言ってるんですよね。けど、まあ、割と王道なことを言っていて、たまにささっと読める本なので、たまに読み返すと、あ、最近なんかうまくいってなかったけど、あ、ここができてなかったかもしれないなっていうふうに、セルフチェックができるんじゃないかと思いました。そうですね、今回の、話で一番面白かったのは、まあ、自分の気分に責任を持つっていうことと、感謝の言葉や褒め言葉はすぐ口にする、このあたりですかね、が、あ、これは自分も頑張ろうっていうふうに思いました。気分っていうのはコントロールができるんだよっていうふうに言っています。そして感謝の言葉と褒め言葉ね、褒め言葉口にするってなかなか難しいですよね。けどこれもなんか慣れな気がします。どんどん人を褒める人になっていきたいななんていうふうに思っています。はい、いかがでしたでしょうか。聞く本ではこんな感じでビジネス書を分かりやすく、解説をしています。そしてスタンド FM やヒマラヤなどラジオアプリでうまく話すコツ、ライブ配信のコツなども、ご紹介してますので、ラジオ配信に興味のある方、こうやって本の要約して話したいっていう、そんな方にも、おすすめのチャンネルになっています。よかったらフォローしていただけると嬉しいです。そしてコメントも毎回とても嬉しいです。こんなことを思ったよとか、これやったらとてもいいことあったよなんていうふうにね、コメントいただけると、励みになります。そうですね、この本と親和性の高そうなのは、そうだな、まあ、最近ご紹介してる、運のいい人の考え方とか、科学が突き止めた運のいい人の習慣みたいなね、こういう本が、この本と親和性が高そうなので、ぜひセットで聞いてください。それでは今日はこの辺で、聞く本でした。今日もありがとうございました。またお会いしましょう。